はい、どうも、ふかくんです。さあ、本日もコンパスやっていきたいと思います。はい、ということで今回はね、ウルトラレア 15% ガチャ、これね、なんかね、結構自然に話してるんだけど後付け実況なんだよね。なんでかっていうと、最初に撮った時ね、音声撮れてませんでした音声撮れてないから、とりあえずね、後付け実況しないとなということで後付け実況してます。ほら、早く引け、早く早く行けって。よしよしよし、ということで引いていきましょう。で、これね、銀の角で演出なんですよ。で、この時ね、後ろの宝物庫のようですって言ってたんだけど、ドラ花出てきますひどいな。ちょっと待って、結構ひどいな。結構良かったの、ぶっちゃけいい勝ちだったの、これ。ちょっとネタバレになるから言わないけど、あんま出ねえなって言って、ほら、ここで出てるんですよ、テレパスね。いいでしょういいでしょうってで、もう一枚出るんですよ、太陽は。結構ね、いい引きなんじゃないかなと思いますね、これ。でもね、ドラ花ね、僕結構持ってるんですよね、今。もう一枚出るんですよ。で、ここでね、ソーンが、ソーン引いた、良さソーンとかって言ってね、あ、で、評価来るからやめようとかって言ってたんですけど、後付けで自分でもう一回言うと、ちょっとね、ちょっとね、うんって感じになるよね。あんまりもう言いたくない。でね、僕いつもね、ネタで低評価来るからとかって言ってたんですけど、なんで本当に低評価すんだよ。やだ、低評価。高評価してよ。って内心思ってるんで、俺の動画はね、よかったねっていう気持ちでね。よかったねっていう温かい気持ちでね、高評価パチッと押してくれればね、嬉しいなって思いますね。はい、ということで終わります。それでは、ふかくんでした。バイバイ。